Bonjour à tous! 皆さん、こんにちは。オンラインフランス語学校、アンサンブル・アン・フランセ講師のマチューです。どうぞよろしくお願いします。本日は初心者向けの1分レッスンです。内容は質問の作り方です。早速ですが、例文を取り上げます。Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu aimes ça? J'aime. 私が好きです。Tu aimes. 君が好きです。をよく使いますね。そして、Est-ce que tu aimes ça? の Est-ce que について少しお話ししようと思います。Est-ce que は一体何でしょう。日本語でも一緒に食べますという質問の聞き方はあるかと思いますね。でも正式的に言うと一緒に食べますかかかを使いますね。フランス語でもそのかにあたる言葉はあります。かを使わなくても質問は作れます。例えばTu aimes ça? こうやってイントネーションを上げて、相手にこれが質問ですよっていう合図を、まあ、出しますね。しかし正式的に言えばですね、Est-ce que という言葉を使うと最善ですね。Est-ce que tu aimes ça? もう一度言いますね。Est-ce que tu aimes ça?そうしますと、相手はすぐ、あ、質問だなぁとわかりますね。ということで、強くおすすめしますね。Est-ce que をどんどん使ってください。例えば、Tu vas à Paris? 君がパリに行く、行くか、行くかにしたいときは、やっぱり Est-ce que をつけた方がいいですね。Est-ce que?Tu vas à Paris? こうやって質問を作りましょう。それでは皆さん、よくわかりましたか? Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.